佐山さん、久しぶりの国技館でもありますし、から皆さんの前では本当に久しぶりだと思うんですが、一言挨拶をお願いします。久々に皆さんの応援が聞けて本当に幸せです。今のシューティングというものを私拝見させていただいたんですが、なんか全然違うスポーツを見てるような気がしました。もう純粋なスポーツとして、レスリングの全てを揃ったストーリーの感じだと思います。今近況としてはどんな感じでやってらっしゃるんですか？今のジムを経営しまして、今東京三軒茶屋と、あと町田子供の国ですか、あと千葉の津軽の、それからあと三鷹、それから東戸塚の方に今ジムを大きく拡大させていきまして、からシューティングの選手を集めて、将来の試合に備えようというところです。今年から来年にかけての抱負をズバリお願いします。今年いっぱいは本当に、ちょっとわがままですけども、選手を育てさせていただいてですね、来年の僕が本当に選手がプロとして認められるようになりましたら、皆さんの前にプロとして、出ていきたいと思います。頑張ってください。タイガーマスク選手、そして新しいスポーツを作ります佐山聡さん、歴史的なタイムです。今握手です。カメラあちらです。どうでしょうか、こういう形で会うのは初めてですか？いや、初めてですね。はい、あとは第一印象ってのはどうですか？僕より全然体が大きくてね、僕よりも全然強そうです。どうでしょうか、タイガーマスクはやっぱりお互いにこう意識するところってのはあったんですか？はい、いやー、佐山さんのがあれですからね、僕より先輩ですから、そんなことはないですよ。先輩としてこうアドバイスありますか？あまり影響されずにもう自分のことを思いっきりやればいいんじゃないですか。はい、もうかなりよろしいんじゃないでしょうか。タイガーマスクと佐山聡選手、もう一回拍手しましょう。それから頑張ってください。どうもありがとうございました。佐山選手、それからタイガーマスク選手、今一度大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。